あねえ、なんだ、あ、今日で、ちょうど2ヶ月か。あの、むしろ、クビになって2ヶ月記念だな。あ、今日2ヶ月記念なんで、はい、収入ゼロや。あ、もらった。あ、人生積んだ。あ、38人にして、人生積んだ。あ、もうお前、どっか、なんだ、適当にお前働きに行ったらお前もう、じじいつって、ああ、お前若いあの18ぐらいの、高卒の新卒の、キャリアにお前あぐどい使われると、あぐどい使われると本当に、寿司屋前、クッキーですって、工場とか、コンビニとか、居酒屋バイトとか、いつかお前はお前38でお前居酒屋バイト君、お前、暇なんで、ちょっとバイトします、つって。うん。そしたら、ま、21とか18くらいの、お前、ね、なんだ、チンピラに、あごでこき使えるぞ。38の靴字、お前、ホールでお前、接客してくんけ。はぁ、それでやばい。あもう人生積んだ。あ俺これから若いやつにこき使われてくる。あ高卒の若いやつにこき使われるのが怖い。あ工場。居酒屋バイト。なんだ、トラックの建設資材の、大型トラックあるやん。まあ、俺、求人見に行ったらさ、なんだ、来なかった。岐阜県の、岡崎から岐阜県の、稲市、稲市に、片道4時間、片道4時間の、それを1往復、それを、なんだ、週1休みで、残業1日4時間、それで収入が、21万か、そういうのがあった、そんなやっとると死ぬぞ。往復毎日8時間。8時間で、作業が6時間ぐらいか。免許は玉掛け、大型特殊、クレーン、フォークリフト、必要って書いてあった。それやってるわけだな。多分、谷底に転落して、それを運ぶのは、T 字型のさ、こういう三つの長いやつあるやん。T 字の、なんかビルかなんかに使う、鉄骨、梁か、あれを運ぶって言って、それ死ぬぞ。片道4、5時間、そんなしかないねんて、もう俺は、なので、俺、これ今から、それを管理やるとしたら、大徳取って、玉垣取って、クレーン取って、合計50万くらいかかる。まあ、それやるとだけないから、そんなお前が、ゴミみたいなもんや。それやるって言われたら、俺、谷底に自殺しに行ったのがマシだ。それ、あと何がある？この38のじじいで、やれること、経験何もない、タクシーの経験なんて、お前、車乗れないの、何の経験にもならん、工場での機関工の経験なんて何にも経験ならん、よし、どこでやるかって、どこで職人ペンキのでやるかって、左官やるかって、あんたお前、技術職だろ、もう大変したいやつだ、お前。サムスラの下、一匹親方の、ゴミみたいな一匹親方のさ、58歳の、ライトエース、ライトエース乗せられて、じゃあ、ライトエースってかさ、多分軽自動車です、軽自動車、あれや、L 番や、L 番、L 番のさ、攻めにさ、助手席の、L 番っていうかハイゼットだ、ハイゼット。ハイゼットのさ、攻め、助手席のさ、ところにさ、毎日詰め込まれて、で、調査員、一匹親方、58歳の、中卒と、なんだ、中卒で、中卒新卒の、ペンキ塗りで、
なんだ、ペンキ塗り歴41年か。41年の人間に、こき使われて、毎日毎日つけきりで、横からめちゃくちゃ怒鳴られて、で、多分大体2週間目ぐらいに爆発して、そっちで殴り殺して、終わり、人生終わり、俺そんな人生しかもう残ってねえだぞ。どうするんだな、どうしていくだ、人生どうしていくだ、終わったぞ。人生積んだぞ。38歳のじじいにし、して、人生積んだ。人生終わったら、もう何もあれへんぞ。何も残らへん。何もあれへん。人生積んで、もう、終わったぞ。人生終わった。何もできへん。何もやらへん、この人生。何もならんかった。夢も叶わんかった。住宅も建てれへんかった。なんだ、高級車も買えへんかった。BMW も買えへんかった。ビジネスマンも持てへんかった。息子も、6人持てへんかった。よし。とりあえずね、終わった。38にして、終わった。人生もう積んだ。天井って、もう終わった。もう、今から俺が何、やどりで何とやっても一緒やねんて。もう飽きた。もう終わりだ。とりあえず終わりだ。全部終わりだ。